ベアの T-13 は第二次世界大戦末期にアメリカ合衆国で試作された手榴弾である。戦略情報局がイーストマンコダック社と共に開発した。T-13 手榴弾のコンセプトはアメリカ兵の手に馴染みやすい一般的な野球ボールと同じ重さ、サイズの破片手榴弾というものである。設計者らは野球ボールを再現することで 野球に慣れ親しんでいるであろう、アメリカ人の若者らが正確かつ遠くまで投げられる、手榴弾になるものと考えていた。しかし、衝撃式進化の信頼性や安全性に関する問題が解決されないまま終戦を迎え、本格的な採用を待たずに、プロジェクトは放棄された。開発は1943年9月から始まった。OSS が示した設計要件は次のようなものだった。 衝撃式新刊の設計にあたっては、運用に成功していた、イギリスやカナダで設計されたものに加え、イタリア製のものも参考とされた。試作品の製造は、リンカーンというコードネームで知られるコダック社の秘密工場で行われた。破片の飛散具合を検討した結果、本体は厚さ 1mm の鋼鉄製とされた。最終的な設計案では、 T-13 手榴弾は圧力トリガーと空中着火装置を備えていた。投敵の際には滑り止めの溝が刻まれたキャップ部に指をかけて野球ボールと同様に構え安全ピンを抜く。一度投げられるとバネ仕掛けでキャップ部が外れナイロン糸で繋がれた内部安全ピンが引き抜かれて着火状態となる。 この状態で何らかの硬い表面にぶつかり、衝撃が加わると爆発する。当初の設計において重量は5.5オンスとされていたが、軽すぎると判断されたため、あとに12オンスに改められた。作訳には、コンポジション A が用いられた。1944年1月29日、試作手榴弾に T-12 破片手榴弾。 t5 衝撃新艦付けという名称が与えられた。1944年3月に、アバディーン試験場で行われたテストは、おおむね順調だったが、3人の兵士が誤って落として、負傷する事故があったほか、関連地での信頼性に関する問題が指摘された。1944年6月には、陸軍、海兵隊、OSS 向けに825、00個の t-13、 主流弾が発注された。このうち一部は、不評委員会での試験のためにォートベニングへと送られたが、1944年11月3日に、当的テスト中の職員が死亡する事故が起きた。これを受け、新艦の信頼性改善までは、製造を中止することとなる。新型新艦は1945年2月から製造が始まったが、この時点で、 急進感を取り付けたモデルが1万個ほどヨーロッパへと送られていた。1945年3月22日のテストでは、2742個の T-12 が投擲されたが、このうち10%が不発で、さらに早すぎる爆発が5件あり、この事故で2人が重傷、44人が軽傷を負った。1945年3月29日、 陸軍地上軍司令官、ジョセフ・スティルウェルによって、テストの中止と製造停止が命令された。1945年6月15日、新艦改良まで製造を中止し、旧新艦の付いた在庫をすべて破棄せよとの命令が下る。本体及び新艦の改良を経て設計されたのが T-13E3 である。また、最終的に設計されたモデルでは、 従来の手榴弾と同様のスプーン型安全レバーが追加されていた。爆風手榴弾や小位手榴弾といった派生モデルも検討されていたが、結局は終戦によって全てのプロジェクトが放棄された。コレクター市場における T-13 手榴弾は開発時期と限られた実戦投入規模のため第二次世界大戦で使用された手り弾の中では最も希少かつ 価値のあるものとみなされている。終戦後、残されていた T-13 手榴弾は全て破壊され、関連する記録は機密に分類された。数少ない現存品の中には、様々な仕様の本体と新刊の組み合わせが見られる、ほか、砂が詰められた訓練用モデルなどがあることも知られている。ありがとうございます。